5年前に裁判に参加するきっかけがありまして、そこで放送3社がそれぞれの立場で基本的人権の尊重と社会的正義の実現を目指して働いている姿に感銘を受けたことがきっかけです。受験指導校がなければ自分で計画を立てることができないですので、指導校を利用しないといけないなと思いました。指導校を何個か選ぶうちに実績が一番あるのは伊藤塾だと知ったので、迷わず伊藤塾に決めました。講義は全て、ウェブで受けたんですけども、分かりやすく必要十分なことがまとまっていたのでとても良かったと思います。教材についても、論文マスターは、旧司法試験の過去問が全部入ってるんですけども、模範解答もついていて答案と、問題とセットでインプットできるのでとても良かったと思います。仲間と出会えたことだと思います。伊藤塾で出会った仲間がいなかったら多分途中で心が折れて辞めてしまってたと思うんですけども、励まし合って支え合ってこれました。カウンセリングを利用させていただきました。カウンセリングでは合格者の方が、担当してくださるのですが、自分の勉強計画で行き詰まった時に相談をして的確なアドバイスをいただくことができました。スタッフさんには本当にお世話になりました。勉強中も、行き詰まった時にも声をかけてくださって、また気持ちが沈んだ時にもまた頑張ろうと思いましたし、本番当日の日にも、もう全然できない科目の後でこれから最後の科目頑張ってくださいと声をかけていただいて最後まで頑張れたと思います。勉強仲間はおそらく一生の財産になると思います。予備試験ゼミに入って、そこで声をかけていただいた大学生の方と一緒に2年ほど自主ゼミをしていました。お互い、指摘し合ったり励まし合ったりして合格まで来れたと思ってます。1週間に、平日はおそらく 4、5時間、休日は10時間ぐらいは勉強してたと思います。合わせて30ぐらいですかね。はい。基礎段階も直前期も仕事の過程もありましたので同じぐらいの量です。大変だったことは、直前期であってもまとまった時間を取れないということが大変でした。工夫してきたことは、可処分時間がどうしても学生さんと比べて少なくなるので隙間時間を有効活用することを工夫しました。継続する中でやっぱり結果が思うように出ない時は落ち込んで、これからどうしようって悩むこともあったんですけども、そこで仲間がいたからこそ自分のやるべきことを見つめ直して再度計画を立て直して勉強に向かうことができたと思います。正直辛かったです。一旦延期が決まって試験日が発表されるまでは、何を今やったらいいんだろうっていう気持ちになったんですけども、それはみんな一緒だなと気持ちを切り替えて自分の当初の計画を変えずにやるように心がけました。自分を信じて自分に負けないようにやるべきことを淡々とする力だと思います。伊藤塾の講師の方が授業の合間で息をするように勉強しなさいと教えてくださって、そのようにしていれば他学部出身であろうとも法学部出身であろうとも変わらず勉強に対する姿勢を身につけることができました。仲間と伊藤塾のスタッフさんのおかげだと思います。人に寄り添って相手の方から信頼されるような放送になりたいです。また信頼して来てくださった以上、期待以上のプラスアルファの価値をつけてお返ししたいなと思っております。司法試験というと大きな壁のように感じてしまうと思うんですけれども、
大体3ヶ月続けられたらもう合格までのゴールは見えているって言われていて、覚悟を持って続けようと思ったならば、そのまま自分を信じて頑張ったら結果はついてくると思いますので、淡々と勉強を頑張ってください。社会人の方はどうしても時間がないとか両立ができないんじゃないかと思われるかもしれませんが、時間がないというのは自分の気持ち次第でどうにかなって、そのうち時間の作り方も工夫できるようになりますので、それをネックに考えられる必要はないと思います。